ねえねえ、知ってる？あの魔法使い、最近さ、昔は毎日駅でピアノを弾いてたのに、今じゃたまーにしか弾いてくれないでしょ。確かに、なんか変よね。私、魔法使いさんの話が聞けないかなと思って。でも、今あの人たちが話してたこと、どういうことかわかる？そういえば、あなたは魔法使いさんが作った守護霊なのに、あの人のことをあんまり理解してないみたいね。私はただのファンだよ。やっと会えたと思ったのに。魔法使いさんに会いたいの？うん、あの人のピアノを聴くためにパパがお兄ちゃんと私を駅に連れてきてくれたの。なのに何日待っても会えなくて。じゃあ、とってもがっかりしたんじゃない？してない。魔法使いさんがお部屋で休憩してるのを見たってお兄ちゃんが言ってたから。休憩が終わったらピアノを弾きに来てくれるんだって。あなたのお兄さんは何を見たの？魔法使いさんが彫刻の前でろうそくの火をつけたら通り道ができて、その先にお部屋があったって。おーい、勝手に走り回るんじゃない。魔法使いさんがピアノを弾いてくれるよ。早く来いって。はーい。待って、ディーモ、ディーモ、ディーモ、子供が閉じ込められちゃったの。手を貸して。どうしてあの子たち閉じ込められちゃったの？さっきここら一帯にオアシスが現れたんだ。きっとその時に中に入ったんだろう。このまま雨が降り続けたら大変なことになっちゃうわ。ディーモだ。Thank you.